はい、ふときです。今回はスサノオノミゴトとアマテラスオミドリの向かった高間ヶ原とはどこかを追ってみたいと存じます。それでは参りましょう。こちらの動画はですね、旅行大好きふときさんがですね、まあ、神社さんいろいろ巡っているんですけどもね、そこをね、巡るのを楽しくするためにね、古代日本のことをもっとよく知っていこうというようなコンセプトとなります。たくさんの情報源はですね、私が今まで読んできた古史古典であったりですね、都市伝説だったり、ウィキペディアだったりですね、インターネット上に溢れるいろんな話をもとに、ふときさんが妄想解釈しております。で、注意点なんですけど、この話はですね、ふときさんのあくまで妄想解釈です。特定の団体、名称、地名、宗教、全く関係ありません。はい。ふときさんはよく言い間違えたりもしますんでね、温かな目でお見守りください。それでは、参りましょう。姉を探して数千里。高間ヶ原はどこにあったのか。はい、前回のおさらいなんですけども、出雲族の始祖とも言えるで、ね、このスサノオノミコトっていうことのところにね、フューチャーして、お話をしております。で、このスサノオノミコトさんなんですけど、日本国内、まあ日本周辺と思われる地域からどこかに旅に出る必要性が出てきました。その原因となりましたから、日本国内が人、まあその日本国内とその周辺地域がですね、人の住める地域ではなくなったという理由です。それが今から7300年前、まあおそらく紀元前5300年ぐらいですかね、そのくらいに起きたとされる機械、カルデラ大火災。これがですね、当時この1万年の中ではですね、地球最大規模の、大災害と言われているものなんですけど、これが起きたことによって、日本とその周辺地域というのはね、環境が劇的に変化を起こりまして、まあ、とても人が住めるような地域ではなくなったといったことがあります。これが原因となりまして、まあ、スサノオさんとされるその方々ですね、日本国内に住んでいることができなくなって、どこかに移動する必要性が出てきたのではないか、といったところからお話を始めさせていただきたいと存じます。ここではですね、まあ、神様としては捉えずね、一人の人間、まあ、実際の歴史という風な考え方からね、妄想解釈させていただいているんですけれども、もしこのね、神様たちがもし人間だったらというところなんですけど、その、スサノオノミコトさんと呼ばれる方が神様ではなく一人の人間だとしたら、まあ、日本には住めなくなったんで、どこかに移動する必要性が出てきます。まあ、そんな時、スサノオノミコトさんがどこにでは行ったのかというところにが、注目点なんですけれども、まあ、向かった先はですね、日本書紀古事記ともには書いてあります。それはですね、先に天に昇っているアマテラス大御神、まあ、お姉ちゃんのところに、ね、会いに行くんだって言って、その天の方に、スサノオノミコトは昇っていくことになります。前回ですね、イザナギの御事がですね、なぜアマテラス大御神とつくみの御事をね、天に送ったのか、まあ、優秀だから天に送ったのかっていうところでね、私はですね、全く理解できないというふうに伝えたんですけど、まあ、もしかしたらですね、まあ、イザナギさんが二人をね、天に送った理由というのは、もうすでにその時点で、その場所がですね、人の住める地域ではなかったからではないか、といったことも考察できます。つまり、アマテラスさんとつくやみさんもですね、まあ、日本の国内と周辺地域に住むことができなかったので、天の方に移動していったのではないかというふうに考えることもできるかと存じます。はい、ここでポイントとなるのがですね、ではそのお姉ちゃんアマテラスさんのいる天とは一体どこなのか。まあ、天とはいわゆる高間ヶ原のことを指すんですけど、じゃあその高間ヶ原って一体どこなんですかっていうところを考えなければいけません。もちろんその神様なんだから、天国とか天上とか宇宙とかいろいろ考え方はできるんですけど、まあ、これはあくまで実際人間の話、実際の人間だったらと仮定するならばっていうところなんで、その点で考えていくと、高間ヶ原と言われるのが、でどこなのかって考えたのは非常にポイントになってくる、重要な場所になってくると思います。まあ、ここでちょっとおさらいするべきことが一つあると思います。まずおさらい。人類の移動のね、ところからちょっと話をおさらいしたいと存じます。アフリカで誕生されたとされるですね、今の人類ホモサピエンスはですね、だいたい7万年から4万年ぐらい前ぐらいにですね、まあ、アフリカからね、大陸を出ることができます。まあ、でですね、ユーラシア大陸の方に入ってくるんですけども、そこからですね、どうやら、北ルートと南ルートというね、人類の拡散の移動があります。まあ、ヒマラヤ山脈を挟んでね、北のルートとね、南のね、インド方面のルートっていう風に分かれて人類は東の方に移動してきます。
そしてね、北と南両方からですね、縄文人としてね、日本に入ってきた人たちがね、日本人の祖先である縄文人として大体3万8000年ぐらい、まあ3万年ぐらい前に日本に到達したのではないかというのが大体大まかに予測されている話になります。もちろん Y 染色体とかね、ハプログループとかいろいろな話はあるんですけども、そういう話はちょっと一旦置いといて、まあまずはそうやって日本人が、まあ縄文人が日本の中に入ってきたんだよって言ったところを、まずは考えていただければと存じます。では、高間ヶ原とは一体どこなんだっていうところなんですけど、まあもちろん日本、もともと高間ヶ原からイザナギの御事とイザナミの御事が日本に来ているんで、日本ではないんですよ。日本ではないということを前提にして話をさせていくと、まあまず一つ言えることは海外の外国ですと。海外の外国ですというところになってきます。そこでですね、最近ちょっと面白い記事がね、ネイチャーさん出ていたんだね。まずこちら参照させていただきたいと存じます。はい。こちらネイチャーさんの記事にあったんですけど、言語学、トランスユーラシア語族のルーツは農業にあったっていうような、論文がどうやら載っているようなんですけど、まあトランスユーラシア語族とは何ですかっていうのは、よく言われるアルタイ語ってやつですね。はい。東は日本、韓国、シベリアから西はトルコに至るユーラシアの大陸全域に、広範に分布されている、まあこの語族っていうね。まあ日本からね、ユーラシア、トルコの方までね、似たような言葉喋ってるよね。まあ喋ってるか使ってるよねっていう、なんか似通った、起源があるんじゃないかっていうような、ものです。はい。で、それがまあ、ここではね、アルタイ語族とか普通は言われてるんですけど、ここではトランスユーラシア語っていうようにね、このトランスユーラシア語族っていうふうに、呼んでいるらしくてですね、これの起源がですね、どうやら中国の北東部にあったんではないかっていうふうなことが、こちらの記載の方にね、中国北東部の両河流域っていうね、はい、この辺にあったんではないかといったところの文章が書いてあり、まあ論文が書いてありました。はい。もちろんこのお話はですね、日本に伝わっている神話からね、話を進めてさせていただいているんで、その神話は日本語で伝えられているんで、はい、この日本語の祖先と、まあ、祖先となるね、つながりの持つ一族、持つ、ね、言語の流れっていうことを考えると、中国北東部っていうのがまず高間ヶ原の候補地の一つというふうになってくると思うんですけど、結局候補地結構広いですよね、となってきて、その後、西へ、モンゴルとかですね、まあ、トルコとかね、中東の方まで、候補地はどんどん広がっていく。まあ、その辺まで高間ヶ原は一気に広がっていくというような感じになるのかなと存じます。いやいや、ふどきさん、さすがにちょっと一人の人間がこんだけ移動するのは遠すぎるんじゃない？まあ、そんな声もね、ちょっと聞こえてくるんですけど、まあ、ここではね、スサノオノミコトとかアマテラスの大神とかね、それをね、一人の人間という風に考えるだけではなくてですね、部族って考えた方がいいと思います。一つの集団であるという風に考えた方がいいと思います。なんて言ったって古代なんで、一人だけでね、人間が移動するなんてことはまずありえません。森にはね、猛獣もたくさんいますしね、虎や熊やいっぱいいますしね、道にはね、盗賊だっているでしょうしね、自然もかなり厳しいですからね、当然そんなところね、たった一人の人間が移動するというのはちょっと考えにくいです。ですから、スサノオさんもスサノオの一族を率いている。アマテラスさんもアマテラスの一族を率いている。まあ、後に言うヒム海族っていう彼らですね。その集団を率いているっていうふうに考えた方が良いのかなと存じます。まあ、ここで考えられることとしましては、そういう集団がですね、まあ、とりあえずね、人類の人間の一生だけではなくて、ね、長年かけて移動していった場所がある。それが高間ヶ原というふうに、総称されているといった方に考えた方が良いかなと存じます。そして、その高間ヶ原の候補はですね、このトランスユーラシア語族の影響範囲、かなり広く、中国の北東部からですね、中東、トルコの方まで、なんと、これめちゃくちゃ広い広範囲にわたっている、というふうに言えるのかなと存じます。まあ、現実的なところを考えると、中国北東部が高間ヶ原って考えるのが結構シンプルだったりするんですけれども、ここではちょっとロマンを考えしろ、まあ、高間ヶ原って結構移動してるんでしょうしね、いろんな候補地はいっぱいあると思うんでね、ここでは結構ロマンを広げてね、やっぱりこの中東というところまでちょっと話を広げていきたいと存じます。つまり、シュメール文明と言われるやつらです。はい。こちらはですね、AFPBB さんのね、ニュースのサイトなんですけど、まあ、シュメール文明って何ですかっていうところなんですけど、まあ、大体イラク南部にあった、メソポタミア文明よりもね、前の文明とされているものです。なかなか謎深い文明なんですけど、まあ、このようにね、くさび型の文字がね、発見されたりとか、どうもしているようなところです。で、まあ、なんで、
こんなところが、高間ヶ原の候補なんですかとか、まあ、これはでもよく言われますよね。都市伝説とか見てると、やっぱシュメール文明と日本ってつながりがあるんじゃないかっていうのは、やっぱり先ほどお伝えしましたトランスユーラシア語族、言葉が似てるんですよね。この辺と言葉が似ていたりね、やっぱりイラクとのもうなんかつながりがあるんじゃないかとかも言われていたりね、ユダヤ人の方々とともね、日本もやっぱり日中同祖論があるんじゃないかとかね、やっぱりその、この辺に起源があるんじゃないかとされる説がやっぱり多いんでね、やっぱここにね、ロマンを求めていくっていうのがね、いいのかなと存じます。そしてですね、ウィキペディアさんの記事を見るとね、大体このシュメール文明というのがね、誕生したと言われてるのがね、一番早くてでもね、紀元前5500年頃と言われてるんですよ。5500年から5300年とかね、大体それくらいに発見されたんじゃないかというふうに言われています。で、この年代ですよ。はい。この年代に関して先ほど話をしました。まあ、冒頭で話をしました。機械カルデラ大噴火。あれがちょうど紀元前5300年頃なんですよね。というわけですね、この旬のシュメール文明とね、年代的にぴったりだったりするんですよ。シュメール文明ができた時代というのが、まあまあ近い、似通った時代感であること。まあ中国ね、北東部の方から移動してくるので、移動してきて始まったっていう風に考えるとね、中国北東部のね、両河文明、トランスユーラシア語族もあれは農業なんじゃないかって言ったところに、まあ農業から始まってる言葉じゃないかって言ってるように、このシュメール文明というのも考え施設なんかを作り出した、まあ農業というね、ことをやり出した、文明でもあるので、まあその辺でもね、このシュメール文明というのはトランスユーラシア語族っていう中でですね、古代の日本人ともね、何らかの関係性があったんじゃないか、で考えてみると、かなりロマンが広がる部族ですよね。まあ歴史的なサイエンスっていう面ではね、私は妄想解釈なんで何とも言えないですけど、サイエンス的にもね、まあなんとなく繋がってそうだなっていうのがね、ちょっとロマン広がる方々だなというふうに感じますんで、一旦ここの方をね、今回はね、お話としては高間ヶ原の古墓地というふうに、ちょっと考えさせていただきたいと存じます。またですね、今回、高間ヶ原をね、シュメール文明という風にね、仮定する説のもう一つの根拠としましては、このイラクのね、すぐ近くにですね、シュシュっていう場所があります。Google マップとかでシュシュとかで、検索すれば出てくるんですけれども、ここの都市の名前がですね、シュシュと、まあ今ね、言葉では言ってますが、見てみると、Wikipedia とかで見てみると、スーサ。と検索してください。スーサーと検索すると、こちらの都市が出てきます。Google マップではシューシューって書かないと出てこないんですけど、Wikipedia さんとかで調べるとスーサーっていうような名前で検索できる都市がですね、だいたい紀元前4300年ぐらい前に、ありました。まあ、そこからですね、まあ、何千年か、千年か二千年かちょっと続いてるみたいなんですけれども、まあ、一時期はね、王都にもなったことがあるくらいね、かなり強力な都市だったようなんですけれども、これがね、存在しています。さあ、その都市の名前がスーサ。さあ、スサノオノミコト。スサノオとスーサ。これが、まあ、偶然の一致なのか、たまたまなのか、なかなか興味深いところなんですけど、もしこのスーサという都市がですね、スサノオノミコトと関係しているというふうに考えたら、かなりロマン広がりますよね。はい。そんなわけでですね、今回はね、このシュメール文明があったこの中東ら付近をですね、高間ヶ原というふうに考えてみたいと考えているところでございます。いやいや、不動木さん、いくらなんでも中東は遠すぎるでしょう。じゃあ古代の日本人が中東まで行ってるって都市伝説ぶっ飛びすぎじゃね？はい。まあ私もね、そんな風に考える一人なんですけれどもね、ちょっと思い出してみたんですよ。僕たちはですね、まあ、日本人の人たちはですね、少なくとも、勉強してきましたね。日本の歴史っていうね、学校で授業がありましたと。その中でね、奈良時代の正倉院というね、お寺さんのね、お話が出てきますと。この正倉院、まあ、これ、宮内庁さんのね、日本の、公的機関とね、作ってるホームページだと思うんですけども、まあ、ここ書いてあるから、はい、そうなんだろうなと思ってるんですけど、この正倉院にね、皆さん、教科書とか参考書とか載ってましたよね。思いっきり載ってましたよね。はい。そのホームページこれ見せてるんですけども、正倉院宝物庫にこの宝物があります。ササン朝ペルシアで制作されたもの。そうなんですよ。ペルシア。聞きましたよね。正倉院でペルシアのからいろんなものがね、交易品として届いてる。つまり、奈良時代、西暦700年代です。
まあ、7世紀、8世紀、その辺の人類というのはね、まあ、6世紀、7世紀、まあ、その辺の人類という日本人はですね、どうやらペルシア、現在の中東です。現在の中東と交易をしていた形跡がある。少なくとも物がね、シルクロードとか中国とかを経由して日本まで来ているんですよ。つまり北ルートを通って日本まで来ている物が来ているということは人間だって来てるんですよ。はい。中東から日本まで来ることができるんだったら日本から中東まで当然行くことだってできるんですよ。そして、奈良時代、西暦6、7世紀とかそれくらい、8世紀とかそのくらい、そのくらいの人類の移動の手段というのは、大して紀元前何千年前と変わってないっす。人間が歩く。ジープとか車とかないです。もう船か歩くか二つに一つ。あと馬乗るのかラクダ乗るのかそれくらい。まあ、とりあえず、なんかできそうです。というね、サイエンス的なね、こういった資料も、残っていて、まあ、古代の日本は少なくとも交易をね、していた形跡がちゃんと残ってる。そしてね、言葉というトランスユーラシア語族、まあ、アルタイ語族っていうね、似通った言葉を使っているとなってきたら、まあ、高間ヶ原がね、本当にペルシアだとかね、シュメール文明だとか、そう断定することはできないですけど、その候補として一角として置くということはね、まずはまあ、できるんじゃないかなと思っているところでございます。はい。というわけでね、まあ、先ほどからくどくと言っていますけどね、今回はですね、シュメール文明といったね、この中東ラフ付近をですね、まあ、高間ヶ原とね、仮定するといったところでね、スサノオノミコトはですね、お姉ちゃんを目指して、お姉ちゃんに会いに、そちらの方に向かって進んでいるというふうに、今回は仮定してお話を進めていきたいと存じます。はい、こちらのね、高間ヶ原の候補地をシュメール文明に妄想解釈する、まあ、そういう風にセットするね、ロマンの要素としてね、整理させていただきます。まず、人類が北ルートを経て日本と中東間で行き来ができるということ、まあ、来てますからね、北ルートってことは戻れるってことですね。はい。そして、農業文明のね、起源とするね、トランスユーラシア語族の中にね、日本も中東も入っているというところですね。そして、シュメール文明が農業文明であり、農業を起源とするトランスユーラシア語族と非常に近しいというところ。そしてシュメール文明の起こり、紀元前大体5500年から5300年頃と言われてますが、これが機械カデラ大噴火の時期と近しいというところですね。そして中東にスサノオを思わせるスーサーという都市があること、これはロマン要素たっぷりですね。はい。そしてね、西暦700年代においても、奈良時代のね、正倉院を宝物庫の中にね、ペルシアのね、ガラスのお椀があったりね、交易していたという痕跡が残されていること、以上の見積からですね、高間ヶ原をね、一回シュメール文明のとしてね、ここではね、お話の中ではこの要素を持って進めさせていただきたいなと存じます。こうしてスサノオノミコトはその一族を率いて、人の住めなくなった地域である日本周辺地域を捨て、姉であるアマテラス大神のいる高間ヶ原へと向かうのでした。しかしその向かった先にいるアマテラス大神はスサノオノミコトに向けて全面戦争の構えで待ち受けていたのです。